寝屋川の出身。右腕にか、では突き放して一山本、宇良も応戦。残ったか、下がっているのかというわざと下がる時ありますね。宇良の場合はあるので、そうそう、まあ、ここでもね、あの前傾姿勢で戦っているので最後こうされてるんですけど残れましたけど、まあまあ本当だね、一山本さん。下がらない霧馬山、強い。これは回しではそうですね、密着する、突っ張る相手に対して突っ張らせないで密着する、はい、もしくは離れて喉輪で距離を取るっていうのが攻め方なんです。左が入りました。まだ互いに上手は取れない、押っつけながら上手を探って取りました。腰が重い錦木、振ります、攻め切りました。そう、柔らかいなって、腰が柔らかいなって感じがしておりますので、はい、すごく前攻める気持ちに頼ってるなっては感じ。差しに行ってついていく平戸海です。宇良は低く低く構えます。いなした、ついていく平戸海、宇良を探る、まわしを探る、出ていくのは宇良だ。差しに生かされたんですよ、これ平戸海が。差しに生かされた、差しに行くしかないような状況につけられたんですね。そしたらもう、さあ手を出した霧馬山、出ていくのは玉鷲だ。2本入って最後はすくい投げ。さあ大栄翔御嶽海戦、頭からぶつかっていった両者、大栄翔ついていく、ついていく、御嶽海が右に回って少し耐えたか、ただ大栄翔止まりませんでした。てしまうんです、ここで、あ、やばい、まあ押さなきゃいけないっていう心の声が聞こえますね、はい、最後まで当たって左の前回しを引いて上昇マッサージは強いですよね。そうですね、うん、ここでまた下から行っているんですけれども、左からすくってすくい投げが、うん、はい、前回し、平戸に左の上手引いています。下がりが手にかかっています。引きつけて出る、体勢を入れ替える、投げの打ち合い、隆の勝を残しました。もう一度行く、寄り切りました、平戸海の勝ち。あー、敗れてこの表情です。隆の正面から寄り切りましたからね、でもここどういうもんですか。さあ時間になりました、5連勝の高安、今日の相撲はもろ手でいきます。一山本捕まえに行く、押して出ていきました。高安捕まえに行きます、四つになりました。一山本四つになって上手を下がりますが、すくい投げ、高安勝って6連勝。この体勢が作れたと思うんですけどね、これ左取ってますよね、もうね、回し取るとね、もう若隆景ですから。もろ手でいきました、琴恵光、中に入っていきます、左から外押し、相手の上体を起こしていく、見えるはず、起こした、中に入る、土俵際、まだ残している、勝ったのは北青鵬。入れながらまあ、ぶつかり稽古みたいに言ったんですけど、まさかこの回しの取り方はね、張っていきます、回り込む、残している翔猿、もう一度突っ張る、
攻め続ける。落ち着いて捕まえに行く霧馬山。しっかり返していく。右が伸びました。ようやく捕まえた霧馬山。左取れてないですかね、霧馬山。左の上手はまだですね、抱え込んでいます。もう一度取りに行く。翔猿は右の下手。左のカイナは上がっています。どうか前に出てくるの待ってるんですよ。引きつけて、あー飛ば手が切れたか。霧馬山もう一度左上手取りに行く。巻き替える。翔猿左上手、上手投げ、霧馬山の勝ち。左だからできるんですけど、これよく一枚回しでしのぎましたよね、霧馬山も。最後は叩きました。豊昇龍よく上の立ち合いの変化起こしました。やってますね。でもまあ飛び猿。当たって突っ張って回しに手をかけるが正代出てくる。最後は遠藤。すみません。ですけど、ええ、腰ね、左は刺されて。あ、ここですね。腰がなかなか手をつきません。大塩間が先に手をつきます。張り出しにいった、うん、頭を低くする大塩間です。距離を取ります。おお、また張っていった。そして出ていく上手を取りました。投げを打ちながら出ていく剣翔、うんうん、逆転下手投げ大塩間です。出ていったところですね。そうですね。さあ立ち合いを迎えます。お、ついていった。よけた遠藤、上手を引いた。頭をつけて豊昇龍投げていく。上手投げ、ここで上手を引きました。そうですね、ここからですね。ここからですね。投げ2回。そうですね。幕内では1対1です。低い潜った立ち合いです。裏、それを突き放していきたい。小手に振る琴勝峰です。今度は突っ張っていきます。一瞬引いた、落ちない。裏、土俵を回ります。まだ残す。ちょっと琴勝峰も慎重になっている。はず押しの裏、低い体勢変わりません。左が覗いています。ただ掴んだのは下がりか。今度は腕を手繰る裏、左覗いて小手投げ。最後は琴勝峰の小手投げ、ズバリ。これも本当もタイミングですよね、この投げも。狙っ、感覚。改めてご覧いただきます。あれ物言いついて、張っていきました。豊昇龍、霧馬山上手を引いている。左の上手、右四つ、頭をつけます。霧馬山、これ霧馬山得意な形。右の下手は豊昇龍、足も使っていきます。足技もあるのが豊昇龍です。頭をつける霧馬山、向こう側も前みつ引いたでしょうか。これ千代大龍さん、形は霧馬山ですね、はい、これでもう回し切られたらダメですね。霧馬山、まあ、頭を上げないことで我慢して、そうそこ豊昇龍、これ土俵際残す。豊昇龍まだ残す。右四つです。胸が合います。なおも引きつけて前へ。霧馬山回し切りました。寄る、上手投げ、霧馬山の勝ち、はい、でした。最後は残ったところで投げて、はい、左からの上手投げ。悔しそうですね。右四つより得意という豊昇龍、押していきたい。あっと、ピンチになりましたが戻した。食らいついていく、粘りたい翠富士。豊昇龍の力、決められたくはありません。左のマッシュを取った翠富士。右の下手は豊昇龍、
じわじわと前に行く豊昇龍。大体右に回る。小膝がついた。耐えることはできませんです。はい、もうじっくりじっくりですね。もう何もさせないように。そうですね。最後は海です。故郷の名前をしこ名に使っています。もろ手で行きました平戸海。右を差して左の前回し、いい位置で引いた。引きつけて出る。もう一度出る。ただ左抱えています北青鵬。相手は懐が深い。もう一度出る。どうだ。すくい投げ。北青鵬の勝ち。どうでもいいんですよ、はい、少しでも胸でこうやって合えばいいんです、だけどもそれがしないためには当たって出し投げで崩していったり、そういう相撲を取ればいいですけどね。北青はもう少し大きなサポーター。押していく輝。右を差して出ていきます。上手を引いているのは琴勝峰。どうだ。投げの打ち合い。突き投げ。琴勝峰の勝ち。会いたいですよね、まあ、勝つには勝つんですけど、これはねあんまり力つかないから。さあご注目ください。合わないか。手を出してきました。豊昇龍右の上手が速い。踏んでる。左四つ得意の形になりました。若元春左の下手上手投げ。豪快。豊昇龍の勝ち。若元春瞬間投げます、はい、行きますよね、はい、今通りに行ってるんで、はいはい、そこでこう投げやすくなってるんでね、ここで巻くわけです、ね、はい、これでふわって、あんまり若元春もね左からこう攻めてないんですよね。いつもこう まだ回しに手がかからない。しかし一旦組み止めました剣翔。そして上手を引きましたが、しかし輝きもろ差しです。少々剣翔苦しい体勢です。強引に左からの上手投げで寄り切りました。勝ち越しを見ていただければ分かるんですけども、投げた瞬間ここですよね。自分の体をもう200キロ全てを輝きに押してるんですね。もうここで残られて、差し手争い右四つになりました。これは琴ノ若ですが、ただ上手がまだ互いに取れない。巻き替えに行った若元春、もろ差し出たのは、あーっと打っちゃった。どの上手取れ、あ、取れ、取られてるんですね。これですね、体があるかどうかという、はい、足は速いんですが、琴ノ若の。ただいまの競技は琴ノ若の足が先出たかどうかの確認で、どちらも手を下ろさない。しかし中に入って豊昇龍、浅いもろ差しから右四つに変わりました。うわ、手投げ振り回しました高安。の軍配打ちわが返ります。引き上げて霧馬山、まだ回しはまだ。大栄翔の出足、突き落とし。逆転突き落としで決定戦。いいんですけど、ここからですよね霧馬山の。これ残されてここ弓なりになったので、逆に突っ張りにくくなりました。行司木村晃之助の軍配が返ります。
踏み込んだ。回しは取れない。小手投げ、勝ったのは霧馬山、逆転初優勝。ねえ、本当にこれ当たってるように見えてますけど、あの今までの当たりじゃないですね、はい、大丈夫、はい、手だけで腰引けてるんで、これ最後ね、これねえ、ひかわされたらついていけないですよね。な、肘を使ってね、うまく今場所相撲を取ってたんですけど、うん、それもなかったですね。